そしたら今日はタイトラックのやり方を説明します。でタイトラックはその、まあ、技の名前とかっていうよりも動きの名前ですね。例えばエビとか逆エビとか、まあ、一緒の感じでタイトラックっていう、まあ、動きのムーブメントの一つです。でそれを最初の今日ちょっと説明します。そしたら、まあ、アリア下になってもらってでここから行くんですけどドリルみたいな感じで最初見せます。から片方の相手の膝を落としてあげます。で相手がこう落としてここで相手が何もしないだったら僕はそのパスが取っちゃいます。なんで相手は絶対足回しして僕の肩とかにこう足を置いてくるわけです。これを待ってあげます。で肩に足が置かれちゃうともう相手は僕のことをこう蹴って正面戻るだけになっちゃうのでこれはあんまり良くないです。なんで相手がこう足を回してきた時にこう合わせるです。でここで相手の太ももをこうハグします。これはタイトラックです。これでこう引きつけるからタイトラックです。まあ足を引きつけるからベックトラックだったら腕引きつけるからアンドトラックだったりと一緒です。足の太もも部分をこう引きつけるからタイトラックです。タイトラックしました。そしたらこっちの手で相手の膝を押さえておきましょう。これを押さえてないと相手にこの膝を上げてください。しっかりピンしておく。そしたらこの空いてるスペースに僕は向こうに飛び出していきます。飛び出すときはこうニースライスするようにこの膝パッドにつけてそのまま向こう側を向きましょう。そしたらここで押さえられる。もう一回いきます。僕から落とす。相手が太ももきたらすぐに前のめりになる。相手の太ももを押さえましょう。下の足を押さえたら向こうにこう回っていいです。そしたら相手もまた僕の方向いてくるので、でも連続でやる場合は一回落として相手が膝回してこう前作りました。作ったらこう逆サイド出るでしょ。絶対にこの足はずっと立てておくことですね。この足が一回ついちゃうともうここで終わっちゃう。相手が僕の方回ってきた時にもう一回いけない。この膝を立てるのと相手の足が回ってくるのほぼ同時になっちゃうんでその時点でね一歩遅いです。なんでここから相手が足回ししてきて向こうまで行ったらずっとこの膝を立てておきます。落とす。この膝ずっと立てておきます。立てこれ最後いきましょう。これがタイトラックやります。